はい、こんにちは、てっちゃんです。ドラゴンクエストモンスターズテリーのワンダーランド SP、 いよいよ最後のボスですね。その前に捧げていた虹の卵、これが見たくてしょうがない。頼む、いいの来てくれ。持ってないやつ来て、持ってないやついっぱいあるから。まだ持ってないの、持ってない、かぶんのやめて。あー、 A ランク虹じゃなくていいって。これだ、スカウトしようとしてできなかった人だね。で、今多分手持ち1個あんじゃないの。あらら、あ、3つある。え、なんでこんな持ってんの。見えざる闇の卵、魔王が生まれそうだね。いや、虹で A ランク生まれるのやめて、もったいないから。 A 孵化卵、まあこれは、あ、ちゃちゃ、バザーで買ったんだ。バザーで売ってるんですよ。1万、いくらだ、1万5000じゃないわ、150万ぐらいで。150万ってやば。いや、いつの間にか私の所持金もね、また満タンになっちゃってたんで、すぐバザー行っていろんなものを補充したんですね。で、最後虹の卵気づくのが遅くて3つしか買えなかった。高すぎよ虹の卵。まあそれでもね、お金は余り気味なんで、どんどん使っちゃっていいんじゃないですか。よし、じゃあ行きましょうか。最終戦ですね。うちのパーティーはまあ前回と変わってないというところ。装備どうだ？なんか装備してなそうな。みんな装備なーし。ドゥランから。一番何？ 110？110 でいいね。それから、バベルボブルさん。光の杖。光の杖を4つぐらい買ったんだ。みんな光の杖じゃん。OK、 いいでしょう。闘技場、あ、こっから生き直さなきゃいけないのがまためんどくさいね。あそこの最終目的地にね、ちょっと旅をしなきゃいけないですね。はい、小村の扉はルギウスの扉と。ここでいざない、はい、でみんなが待っているのを無視して、行くと。常闇、でここでまたいざない、はい、すいません、お待たせしました。行きましょう、最後ですね。メイザー兄ちゃんを助けてやろう。来てくれたか、てっちゃん。3日ほどかかったけどね。あ、スキル振ればよかったな。あれが私の兄、メイザーだ。あー、しかも皮肉なものだ。予言の巨獣に立ち向かえるよう、今まさに最高の力を得ているのだから。これギガモンスターですよ。あれ連れてくればよかったね。シャイニング。一番最初からずっと鍛えてたシャイニング。時間がない。私が準備してる間に兄を極限まで弱らせてくれ。うん。とどめは私が刺す。頼んだぞ、てっちゃん。刺せんのか？実の兄を。かっこいいね、メーザー。メーザー作りたい。ケン、ケン、ケン、ケン。テレレ。
てってれれてれて、やつ聞くわけないだろう。ここは命令できるんですよね、実はね。どうしよう、全然命令したことないから何ができるのかわからん。まあいいでしょう、行かせましょうかね。自分のパーティーを信じて好きなことやってくれ。風烈弾しかしない、風烈弾しかしないよ、うちのパーティーは。賠償ナイス。あ、そうだ、ドグ負けるんだ。おたけび止まっちゃう。あーし、これ大きい。この攻撃は反射できる。カウントナイス、カウントナイス。皆殺し、ちょっと待って。皆殺しは自分含めて誰か一体に、すんげえ技を入れるというやつ。ドラゴンボール的なね、すんげえ技ね。なんかあるんだよね。スクルティオ、こんなの知ってるみんな。味方全体の守備力を上げる。スクルティオやってみる。それからバイシオロン、味方全体の攻撃力を上げる。そうだね、これにしようか。はい、どうぞ行ってください。バイシオロン、やば、これやばいよ多分。999マックス、999マックス。はい、次。あら終わってしまった。最終戦が終わってしまった。とどめをさせんのか、炭治郎の首切れんのか。あ、な、どうしたどうしたどうした、今取り込んだのか。来たー。私は、我は魔戦神ゼルメ、ゼメルギアス。魔戦士の力を取り込み、我はついに神へと生まれ変わった。ディオみたいな感じだね。この地底より出て樹上の国に住まう全てのものに破壊と絶望を与えよう。これ腕の組み方もディオだもん。だってザ・ワールドって今言ったよね。虫けらどもが無駄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 。まず手始めにお前を殺していこう。てっちゃん聞こえますか。誰の声、女性の声の気がするけど。私は樹氷の木、今は私の力でこの物の動きをかろうじて封じています。さあこの間に回復して差し上げましょう。全然傷ついてないから、全然傷ついてないからいいから。ルギウスがメイザーに取り込まれた今、頼れるのはあなたしかいません。お願いします、二人を救ってください。うん、じゃんけんグーの途中だねこれね。今ザ・ワールド来たー。いよいよ最終戦。やつ聞かないからやめろ、恥ずかしいから。ゴリラが騒いだところで、なんだっけ、ディオのことがゴリラが騒いだところで何かになれるかなつって。あ、違う違う、また洞窟から忘れた。そうだ、倍死。あおー、キュキュキュ、星の奇跡。マジン切りやめて、それは やだ、それ嫌だ。なかなか、ちょっと待って、やろう、倍死ルミ、バイシオロン。よし、行きなさい。モンキーが、そうだ、モンキーが一生懸命ディオの言葉を思い出そうと思って忘れてる。ジゴディグランネーブル、はい、連携出しちゃった、おしまい。はい、おしまい、もう邪魔聞かないからね。はい、おしまい、終わんない。ちょっと待って、ちょっと待って、回復しよう、回復、これ回復だね。
何があるの？あと不思議なタンブリー、魔導士の魔封じの粉、ハーバー、バイキルミン、ダウニン、スクルティオ、石ころやってみる？石ころでダメージ入るやつに、特約層、特上約層がいいのかな、一番、生きてください。凍てつく波動ナイス。よし、あ、やるじゃんゴリラ。あ、これ返したい、反射したい、めっちゃ反射したいな。はい、いいよ、アンカナコウ、よし。この俺が、この俺様が後手、てっちゃん、あ、ミレーね、ミレー姉ちゃん来た。みんなも、さあこれが二人に分かれるか。あ、メイザーのママじゃん。あ、ルギウス様、今しかない、行くのか、やれんのか。ごめん兄さん、やれんのか。ちょっと待ったって、これはあの あれだな、これを使え。優しいな王様、それって精霊石、わしがいない間に盗まれんよう、みんなに内緒で持ち出してたんじゃ。いや、しかし、それを受け取るわけには。無論全部やらん。ほれ、これならばどうじゃ。パキン。おい、やるな、じいさん。割ったら効果なくなったよって、どうすんの？そしたら。割っちゃったら、お互いの場合よりも分け合った方がいいじゃろ。足りない分、わしらが力を合わせて補っていけばいいんじゃ。ほれ、さっさと受け取れ。時間がないんじゃろ。いや、半分じゃダメなんじゃない？半分だけ帰るとかね、兄さんが。あー見て、精霊石が。元通りになって二つに。じゃあ、5等分ぐらいしてもいいんじゃないの？兄さん、兄さん、メイザー様、人間たちの王よ、礼を言わせてくれ。そなたの起点には恐れ入った。精霊石を分け合おうなどととても追いつくものではないが、二つとも元の姿に戻ったところを見ると、これが石の真の使い道だったのかもしれぬ。てっちゃん、本当にありがとう。お前のおかげでこの国は救われた。その上、精霊石は人間たちの魔戦士双方の手に渡ったのだからな。だが今回のことを忘れるためにも、私はこの大会を続けていきたいのだ。400年後、星の大会レジェンドでまた我々戦ってくれるな。400年後だよ。それ言い過ぎ。おお、4年後ぐらいにしてくれんか。おお、それもそうだな。400年後はちょっと言い過ぎたか。いやいや、枯れ木のじいさんが一番危ないから。波乱の星の大会レジェンドはこうして幕を閉じ、てっちゃんたちは魔戦士たちに別れを告げ、大樹へ戻ることとなった。その帰り道、ルギウスさん嬉しそうだったね。お兄さんに会えて。私はてっちゃんの大樹で会えた時と同じ感じかな。
とにかくみんなが幸せになってよかった。てっちゃんよく頑張ったわ。おい、二人とも早く来い。タイジの格闘場が再開したらしいぞい。わあ、すごい。そういえば、イベントの準備をしてるって言ってたわね。行きましょう、てっちゃん。まだまだ冒険はこれからよ。てっちゃん。あなたのおかげで私の元に暮らす者たち、大切な私たちの子供たちが救われました。小さなマスターよ、ありがとう。てっちゃん早く来なさい、置いてっちゃうよ。空耳かな。あなたの活躍で無事樹氷の国は救われました。しかしあなたの冒険が終わったわけではありません。大樹の格闘場や旅の扉の間、それに平和になった樹氷の国、いろんなところに変化が起きているはずです。ぜひたくさんの発見をしてください。どうすればいいの。とりあえず王様のとこ行くか。あの王様なら何か言ってくれるんじゃないの。あ、格闘場ってさ、か格闘場行ってみる。王様いない、いないじゃん。どうした。てっちゃんとよくぞ戻らないおかげで助かりましたぞ。しかしあの王様が政治局を分けるという大胆かつ、慈悲深い行動するとは。この大臣王様を見直しましたぞ。あの方に仕えていることを誇りに思います。格闘場って言ったか、行ってみようか。あ、ミレイユ姉ちゃん。あ、てっちゃん、あなたも格闘場へ来たのね。ふふん、私、バニーおばばさんに話を聞いて、今回のイベントの対戦相手が分かっちゃった。すんごい人よ、あなたくらいのマスターしか太刀打ちできないんじゃないかしら。誰？てっちゃんじゃないか。お前さんを待っておったんじゃ。格闘場の新しいイベントが始まったぞ。伝説のマスターの挑戦じゃ。大樹の伝説のマスターと対戦し、勝てば賞品がもらえるとお得なイベントじゃぞ。どうせてっちゃん伝説のマスターに挑戦するかの。いや、これは違いにしましょうか。そうかそうか、まあそんな構えずに腕試しだと思って気楽にやるんじゃぞ。ということで今回は、メーザー戦ですね。メーザー、それからゼメルギアスですね、というラスボスを倒したというところです。本日の動画は以上となります。また次回の動画でお会いしましょう。